私は自分の家におりました。地震がやった時にはもう自分のカバンしか持たない。でも町内会の通帳とかそういう婦人部 の、 預金通帳だと自分の通帳だけは常にカバンに入れて2階と下のこう行ったり来たりする時に持ってあるって言ったもんですから、とっさにそれを肩にかけました。食器棚はやっぱり今までにないくらいにめちゃめちゃに壊れてたので、もうそこはもう片付ける気はなくて出ましたからね。その鍵をかけて出てしまったんですよ。また戻るつもりでした。消防団の方に叫ばれて、で避難所の方ちょっと高いところにあるんですから、そこに逃げたんですけど、それでもう足りなくてさらに上に逃げろっていうので山の方に逃げたんですね。袋小路だったら私たちもそこで全員100人ぐらいの人数でしたから全員亡くなっていたと思うんですが、自分たちが上がってきた道はうちが流されてきて塞がりました。道路の方に降りてきたらば自分たちの家が一軒もありませんでした。柱の一本も残ってなかったです。みんな働きに行ったり幼稚園に行ったり学校に行ったりしてるもんですから、やっぱり親たちは心配してました。まず自分で逃げろっていうことだと思います。私にやっぱり普段からそういう学校で教わってるから、自分たちでもね遊びに行った先から逃げたらしいんですけど、それは一番お母さんたちは得すると思いますね。